ウータンクランはアメリカのヒップホップグループ。ウータンクランシルバーイングス1992年頃にリッャーの実質的な主導の下でメンバーが集結し結成された。ウータンという名前はカンフルー映画《少林寺無社坊》に登場する武闘派から取られた。クランは士族という意味の英語。1993年にデビュー作《モエオウータンエンターザウータン》を発表。 その後メンバーのソロ活動が活発化し、グループとしての活動は行われなかったが、5年の空白を経て1997年にセカンドアルバムを発表。再びソロ活動の期間を挟んだ後、2000年、2001年と連続してアルバムを発表。2004年にはオールダーティバスタードが休止する悲劇があったが、それを乗り越えて2007年には新作を発表した。 なお、1999年には、ウータンクランを主役にした対戦型格闘ゲーム、ウータン、少林、スタイルが発売されている。少林寺を習うウータンクランのメンバーが、師匠である少林寺の武闘像をさらった闇の、大少林寺を倒し、少林寺の師匠を救うという内容である。ゲームの BGM にも彼らの曲がいくつか使われている。日本でも2000年に、 サクセスからウータンのタイトルで発売されたが、アメリカ版にあった残酷シーンはすべてカットされている。各メンバーの詳細は、それぞれの項を参照。ありがとうございます。